美しき三名を遅くもあらば、我ら我ら立ちて守らん、あ日本の自由と平和。次はサキソフォンです。楽器を見せてください。いろんな種類があります。小さいのからアルトサックス、テナーサックス、バリトンサックスです。ちなみにサキソフォンという楽器名は作った人の名前です。アドルフ・サックスという人が発明してサキソフォンという楽器になりました。歴史は今から180年ぐらい前にできた楽器です。このサキソフォンのロマンティックな森のくまさんを聴いてみましょう。2曲目は音楽隊で使われている楽器を童謡森のくまさんのメロディーを使って紹介していきたいと思います。題して森の音楽隊です。今日は小さなお子様も手拍子をしながら一生懸命見てくださっているのできっと楽しんでもらえると思います。ありがとうございます。警視庁音楽隊は吹奏楽の編成でおよそ40名の隊員で演奏しています。吹奏楽はフルート、クラリネットなどの木管楽器、トランペットやトロンボーンなどの金管楽器、太鼓や鍵盤楽器を担当する打楽器と唯一の弦楽器であるコントラバスで構成されています。この曲は森のくまさんのテーマがそれぞれの楽器の雰囲気に合った曲奏で変奏曲として展開していきます。森で出会った陽気な音楽隊のイメージで作曲されていまして、聴き終わった時に皆さんの音楽隊で使われている楽器をですね、一つでも多く覚えて書いていただけたら嬉しく思います。今回は佐藤隊長自らそれぞれの楽器について紹介しながら演奏いたしますので、隊長のトークも楽しみながらお聴きいただければと思います。ではお願いいたします。まず吹奏楽でいろんな楽器を今回使っています。金管楽器と木管楽器、打楽器、弦楽器、金管楽器と木管楽器の違いは、金管楽器は唇を振動してこの音を増幅しています。これが全て金管楽器です。それ以外の楽器が木管楽器になります。木管楽器から始めますので、いろんな音色、音形、いろんな音を楽しんで聴いてみてください。では始めます。フルートです。見せてあげてください。フルートが小鳥のさえずりのような森のくまさんを演奏します。では聴いてみましょう。最後に演奏します曲は、自衛隊総隊10周年を記念して古関裕二さんが作曲した大歌「この国は」を勇壮な行進ラッパの演奏に続いてお送りいたします。自衛隊は起床から消灯までのさまざまな行動をラッパで統制しています。今回は自衛官が行進する際に吹奏する行進ラッパを演奏いたします。そして行進ラッパに続いてお送りするこの国はは、美しく歴史ある我が国日本を守り抜く私たち自衛官の志を歌った曲です。それでは行進ラッパ付きこの国はお聴きください。続きましてクラリネットです。クラリネットは吹奏楽の中ではオーケストラのバイオリンのような役目をしています。まずクラリネットを見せてあげてください。
これがここにいる皆さんが使っているベイクラリネットといって普通のクラリネットです。彼が持っているのは少し大きいんですけどバスクラリネットといいまして1オクターブ下の音をやっています。だからベースの役割をしています。このクラリネットはワルツを踊ります。どんなクマさんになるでしょう。次はサキソフォンです。楽器を見せてください。
いろんな種類があります。小さいのからアルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス。ちなみにサキソフォンという楽器名は作った人の名前です。アドルフ・サックスという人が発明してサキソフォンという楽器になりました。歴史は今から180年ぐらい前にできた楽器です。このサキソフォンのロマンティックな森のクマさんを聞いてみましょう。
にある、ちょっと言いにくいですけども、歴史がこれも新しくて180年ぐらい完成できてから経って見せてください。ユーフォニアムです。私も実はやっていました。昔このユーフォニアムで演歌風の森のくまさんを聞いてみましょう。このチューバはですね、いつも僕が練習してるとね、遅れるんですよ。いつも出だしが遅い。これだね、遅い理由は分かりました。どうも昼寝してるみたいなんです、練習中に。昼寝をしている森のくまさんを聞いてみましょう。
どうもありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この楽器ってこんな音がするんだと新しく発見された方も多かったのではないでしょうか。いろんな曲調の森の熊さん楽しかった。